名古屋南インターチェンジは、愛知県名古屋市緑区にある、伊勢湾岸自動車道のインターチェンジ、及び国道23号のインターチェンジである。北緯35度0分49秒、統計136度94分49秒。 北緯35.01361度統計137.58028度35.01361137.58028座標、経度の分が60以上です。コーディネーツ、経度の値が無効です。名古屋南ジャンクションの下部に、位置し、国道302号とランプウェイで結ばれている。伊勢湾岸自動車道の名古屋南 IC とは、離れており、 伊勢湾岸自動車道名古屋南 IC が接続する愛知県道50号名古屋平南線へ連絡する場合は隣接する今はインターチェンジを利用する必要がある四日市ジャンクション方面への入り口と同方面からの出口のみを持つハーフインターチェンジである当該 IC から豊田 JCT 方面へは連絡しないため隣の豊明 IC を利用する 名古屋南 JCT を併設する、関係上、出入り口とは JCT の側道で連絡する。また、今日は、インターチェンジと一部ランプウェイを共有している。このインターチェンジ入り口から名二環乗車方面や名古屋高速、高辻方面へはいけないので注意が必要である。また、名二環名古屋高速から東 IC に降りることもできない。出口は、 国道302号に接続しないため、利用者は手前のオーフ IC で国道302号に流出する。なお、隣の豊明 IC では構造上、愛知県道57号への接続は不可のため、豊明市外へはいけない。このため、四日市方面と豊明市外間のアクセス経路として、名古屋南 IC が位置づけられている。名古屋南 IC は1998年3月に、 伊勢湾岸自動車道として初めて開通した時の下り線側の起点として開設された。なお、上り線側の終点は大府 IC であった。高速道路としては約1 1トルと短い開通距離であったが、国道23号と名古屋港が高速道路で結ばれたことで、従来の名古屋市緑区大ュ市大伏名古屋港間が概ね45分を要したものが、 開通後は15分に短縮され、利便性向上と国道23号の渋滞緩和に寄与した。年表入り口料金所出口料金所レーン運用は、時間帯やメンテナンスなどの事情により変更される場合がある。ありがとうございます。